はい、コミショウ不動産の山本です。今日はですね、初めて部下を持つ人に伝えたい22歳の新卒を入社トップにした先輩の話ということをやっていこうというふうに思っています。で、まあこのダメダメ社員、ダメダメ新卒っていうのはですね、もともと僕のことなんですけれども、僕はですね、まあ寝癖はついてるわ、寝坊はするわ、シャツはシワシワだわ、聞いた話は忘れるわ、請求書の金額は間違えるわですね、結構やばい新卒だったんですね。で、入社1年目の時はもう本当に毎日怒られていて、で1日5回から10回ぐらいは怒られてました。自分で認知してるだけなんで、5回から10回って言ってますけど、もしかしたら当時はですね、多分50回ぐらい怒られてたんじゃないかなっていうふうに思っています。で、まあ今こういうふうにですね、動画を撮れているのはなんとかですね、今成功することができて、まあ25歳で不動産会社を独立して大家になって、まあ今も不動産会社を経営しながら片手間で、シェアハウスを13棟運営しているというところがあるので、まあ今やっとこういうダメだった時の新卒のことを話ができるんですけれども、まあ新卒の時はですね、本当に毎日毎日怒られていて、ちょっと思い出すのも嫌になるぐらい怒られてたんですね。例えばなんですけど、なんか電話とか鳴ってるのって新卒がよく取るんですけれども、まあ取るっていう決まりだったんで僕らも取ってたんですけど、で電話を取るとですね、あーちょっと名前聞き取れなかったなみたいな人とかいらっしゃるんですよね。だから、あ、すいません、なんか誰々さん、なんかちょっと名前がよくわからなかったんですけど、男性からお電話ですみたいな感じでですね、繋いだりするんですよ。そしたらもう、取り継いだ先の先輩とかも、いや、誰々だったらわからないか、みたいな、ちゃんとはっきり、名前は聞きなさい、みたいなことを結構怒られたりとかですね、してた新卒時代でした。で、まあ、もう、毎年この時期、4月になると、ああ、ダメだったな、っていうことを思い出すんですけれども、まあですね、その後、実は、入社1年目の最後には入社、まあ、全社員の中でトップを取るというところまで来てたんですが、これはもう本当に先輩のおかげ、店長のおかげで入社トップになるっていうことができたんですね。で、その時の先輩の話が結構印象的だったので、今日は4月1日ということもあるので、振り返って取っていきたいなというふうに思っています。で、まあ、結構ですね、今振り返って考えると新卒の扱いって本当に直属の上司によって全然違うんですね。だからもうこれ聞いていただいている、まあ、今回初めて上司になる方、ぜひですね、このあたりを押さえていただいて、まあ、新卒の子をダメにしないマネジメントということを考えていただければなというふうに思っています。まあでもね、今入社トップになったから言えますけど、6月とかはもう入って2ヶ月目、3ヶ月目にはもう辞めようと思ってたんですね。会社はもう辞めようと思うぐらいメンタルがやばくて、どうしようかなと思ってたんですけど、まあそれを救ってくれたのが先輩だったというところですね。で、まあ、今でもすごく尊敬する先輩上司なんですけれども、まあもう僕は独立してしまったので、昔の会社にいらっしゃって、で、最近はもう転職されて別の会社にいらっしゃるんですけれども、すごく尊敬する上司の方でした。で、その方がすごく良かったところは、全部で5点なんですけれども、これを順番に説明していきたいというふうに思っています。はい。まず1点目、結果と評価を分けるっていうことですね。で、結果と評価って、実はなんか、同じようなものに見えても全然違うことで、結果っていうのは様々な要因が絡み合ってできているものだと思うんですね。例えば、今日は雨が降ったから傘が売れたみたいなことってよくよくあるじゃないですか。で、なんかそういう環境の要因によって変わる結果っていうものもあれば、本人が努力して売れたんだ、そういうものもあるので、まあ、この結果のところと評価のところをきちんと分けてあげれる上司だったっていうところはすごく良かったです。まあこれはですね、結果と評価を分けることによって何が良かったかっていうと、自分の心理的安全性が保たれた。僕めちゃめちゃダメな社員でめっちゃ怒られてたんで分かるんですけど、もう怒られすぎるともう何も失敗について上司に報告したくなくなるんですね。だから失敗について報告をしないとですね、そこからどんどん負のサイクル、なんで失敗したかも分からないし、失敗することによってお客さんにも迷惑かけるし、それによって自分の自信もなくなるしということで、どんどん負のサイクルで失敗が連続するんですけれども、失敗したっていうことをですね、上司と共有ができれば、
結構こうなんで失敗したのかっていうところが分かりやすくなったりとか、これからどうやったらここの失敗が転じてうまくいくのかっていうこともあったりするので、まあ、こういったところですね、まあ、評価と結果を分けるっていうことで、上司はうまく僕のその心理的安全性っていうのを守ってくれて、僕ももうその上司に対してはどんな失敗をしてもすぐ共有して、迷ってるんですけどどうしたらいいですかってことが相談できたので、まあよく言うじゃないですか、ほうれん草が大事みたいなことってよく言うと思うんですけど、ほうれん草ができるかどうかは実は上司が寛容かどうかで結構決まってきたりするので、この心理的安全性、まああるいは寛容性っていうところが非常に重要なのかなというふうに思っています。次、二つ目、事実と認知を分けることができていたっていうことですね。これは何かっていうと、なんか僕自身、新卒だった時の僕自身は、事実と認知をごっちゃにしてたんですね。何かっていうと、実際に起こった事象と自分の思ってる主観っていうのが全く一緒で、自分はいいと思ってそうです、みたいな報告をよくしてたんですね。お客さんこれ、いいと思ってくれそうです、買ってくれそうです、みたいな話をしてたんですけど、これって主観じゃないですか。でもここの事実っていうところが、実は、買ってくれると思いましたが、買ってくれませんでしたっていう、ここの事実をうまく分けることによって、ここの認知しているところと事実の間に何のギャップがあるのかっていうところが分かりやすくなったなというふうに思っています。まあ、ここのなんか事実と認知の間が成長の余白だと思っていたので、あ、これは事実だよね、これは認知だよねっていうことを、その上司の方がですね、結構言ってくれてたので、あ、なるほどなと、今思っているのは客観的な事象なんだ、これ今思っているのは主観的なことなんだっていうことを思えるようになってから、あ、なるほどなということで、冷静に分析が自分でできるようになったというところですね。なんで、まあ、二つ目は、事実と認知を分けることによって、その新卒の子に自分で考える頭をつけさせることができたということですね。次、三つ目、年次ではなくて、意見の正しさで評価するということですね。これ結構いろんな場面であると思うんですけど、例えば先輩が言ってますっていうことと、上司が言ってますっていうことが食い違うことって結構あるんですね。例えば先輩は A っていうことを言ってるけれども、上司は B っていうことを言ってると。で、本来だったら自分の上司に聞いて B って言ってるから B で行こうって思うこともあるんですけれども、先輩が言ってる A も捨てがたいなと思うことって結構あるんですね。だからまあ場合によっては先輩が正しくても上司が間違っていること、まあ、逆もしかりなんですけど、どっちを信じるべきかみたいなこととかがあるんですけど、この上司の方がすごく良かったのは、自分の失敗は認めて、より良い意見があったらそれをきちんと取り入れることですね。自分が、あ、これは間違ってたからこうした方がいいねっていうことを言ってくれるんですね。それによって僕がこれ間違ってるのかなっていうことに対して、例えばチームとかで、ね、これ間違ってるんじゃないかなっていうことに対して結構言いやすかったんですね。これ多分こっちの方がいいと思いますよみたいな改善点を結構上げやすい職場だったと。で、こういう年次に関わらず意見が言える雰囲気にしておくっていうことは、もう上司が失敗をきちんと認めないとできない職場だったのかなっていうところを思ったので、まあ、この年次に関わらず意見を取り入れてくれる、意見正しいかどうかで評価してくれるっていうところはすごく良かったなというふうに思っています。4つ目、都度褒めるですね。まあ上司とコミュニケーションがうまく取れてない場合だったりとか、今リモートだったりするとすっごい難しいんですけれども、その上司はとにかくうまくいった時は褒めてくれました。で、それも結果が出た時に褒めてくれました。お、よかったじゃんって。例えば契約取れた時とか、お、契約取れたんだ、おめでとうっていうことをその場で言ってくれるんですね。それがめちゃめちゃ嬉しかったです。ただ改善点については都度言うんじゃなくて、なるほどと、そこで一回貯めて、で、どこかのタイミングで、例えばワンオンワンでフィードバックした時とかに、まあこの間こういうことを言ってたけど確かにそうかもしれないと、こういうところは改善できるかもねっていうところを言ってくれます。で、ここ一回改善をするときに、褒めるのは都度してくれるんですけど、失敗して叱るときはその都度じゃなくて、ある程度貯めて叱ってくれたんですね。で、それで何が良かったかっていうと、自分もあ、ここはダメだったなっていうことを思ってることが結構あって、ダメだったなっていうところを自分で解決する時間をもらえてたのがすごく良かったなというふうに思います。はい、最後5番目、まあこれは
上司がっていうことじゃないんですけれども、まあすごく人間的な魅力のある人だったというところですね。関わる人にめちゃめちゃ優しかったんですよね。関わる人みんなにすごく優しい人だったので、まあみんながですね、相談しに来てると、みんなにもわかりやすく尊敬される上司だったっていうところがあったので、この5番目、関わる人に優しいっていうところが挙げられるのかなというふうに思っています。まあ今日の動画はですね、まあ割とドキドキしながら撮って、自分がダメだった新卒の時の話をしたりとか、まあ上司のいいところっていうところを上げさせていただいて、まあ僕が尊敬する上司がすごく良かったと、こういったところだよっていうことの、まあ5つのポイントはですね、まあ1、結果と評価を切り分けて心理的な安全性を担保してくれたということ。2、事実と認知を分けて成長機会っていうのを残してくれたと。いうこと。3、年次の違いに関わらず正しい間違っているという意見を言ってくれたこと。4、都度褒めてくれたこと。5、まあ、関わる人に対して優しいといったところがすごく僕が尊敬する上司だったなというふうに思います。これから初めて部下を持つ人は結構緊張すると思いますし、こいつ何考えてんだろうなみたいなこともたくさんあると思うんですけど、そんな時はですね、ダメだった時の僕の顔を思い出して、でもこいつももしかしたらいつか独立するかもしれないとかですね、入社トップになるかもしれないとかですね、そういうことを想像しながら教育していただけるとありがたいなというふうに思っています。まあ僕は偉そうに言えることは全く何もないんですけれども、まあ結構そういうことを思い出して、あ、今日はじゃあこういう動画を撮ってみようと思って撮ってみました。この動画が良かったらですね、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。